はい、トムです。今日はですね、神様に、好かれる方法としてね、動画を上げようと思いますが、まずね、番外編になるんですけどね、神様に好かれる方法、その前にね、もっと大切なことがありますね。それは何かというと、もちろん神様もね、大切なんですけども、まずね、ご先祖様に好かれなきゃいけない。ご先祖様にね。もう早い人だったらね、自分の両親が亡くなってる人、またおじいちゃんおばあちゃん、またその先ね、代々と脈々とね続いている、自分の家系というものありますが、ね、まずね、神様も大切ですけども、また自分に近いところで、あのね、自分の、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、またその先の方々をね、あの、大切にしてください。大切にするっていうのは、ね、お墓があるようだったらきっちりとお墓参りに行ってほしいですね、そしてお墓をね、掃除してあげてください。心を込めてね。僕なんかだとね、お墓ね、うちの父が亡くなってなかったんで、僕が建てることにしたんですけどね、生きてる時はね、結構なんていうのかな、喧嘩が多かったんですけど、今はね、お墓の前でね、手を合わせるとね、素直にいろんなことを、まあ墓石の前でですけどね、お話しすることができます。そしてね、なんか照れくさくてさ、やっぱ親父の背中なんかね、流すことなんかなかったんですけど、今はね、それできなかった分、まあお墓だけどね、墓石だけど、背中を流してあげてるつもりでお墓をね、お掃除させていただいてます。拭かせてもらってる、そしてね、またお墓が遠いって方も結構多いと思うんですよ。そういう方はね、別に、例えばお家に仏壇とかあるようだったらば、仏壇に向かって、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、またね、多くの方々、手を合わせるなんてのもいいと思います。さらにはね、仏壇ないようなね、お家もあると思いますけど、そこまたね、仏壇なかったらなかったで、もう気持ちのね、気持ちの問題がまず第一に大切ですから、手を合わせて感謝するという、ね、ことが大切ですね。その感謝の気持ちっていうのが巡り巡って必ず自分に返ってくる。僕はね、そう信じてます。なんでね、今日のお話は自己流なんですけども、ね、まず信じることはやっぱり大切ですね。そして、お墓が遠い、お墓がない、ね、仏壇ない、でも手を合わせることはどこでもできる。手を合わせることによってね、一度ね、自分のね、気持ちをね、落ち着かせるということができますから、それだけでもね、プラスになります。ぜひね、やってみてください。それともう一つあれだとね、僕のね、一応これはあくまでも僕の習慣ですけど、基本的にはね、初詣とかってやっぱあるじゃない。初詣もそうで、ね、また今度またお話ししますけども、僕はね、年末に終わり詣みたいな感じでね、言ってるんです。それプラスやっぱりね、お墓を、ね、年末、まあ、クリスマス以降、僕ね、仕事が大体27日とか29日まで続いたりしてるんで、ね、やっぱ27、28、29とか年末になりますけども、1年間のね、感謝の気持ちと、今までのね、ここまで育ってきた感謝の気持ちを込めて、やっぱりね、お墓をね、きれいにして手を合わせに行ってます。そんなことからでもね、いろいろなものが変わってくると思います。そして僕はね、変わってきてるなって感じてるというか、思い込んでるのかもしれませんけど、そういう感じで思ってるからこそ、普通だったらば耐えられないようなことだったりも、いろいろ身の回りに起きてるんですけども、なんとか乗り越えられてるような気がします。そして今映ってる僕ってね、一人に見えるかもしれないですけども、一人じゃないんだなって。このね、僕のね、両肩後ろにはね、父もいれば、おばあちゃんおじいちゃんもいたりと、会ったこともない、ね、先祖様を守ってくれてると、それ以外にも目に見えないものがね、味方してくれてるんだなって、そう信じながらね、日々生活させていただいてます。まずはね、引き寄せの法則とかいろいろありますが、そういうのもそうですけども、そう信じること、自分を信じること、それが神様に好かれる、まず第一の方法ですね。神様に好かれるための事前準備かな。まあ、そんな感じでした。いつもご視聴ありがとうございます。